はい、お疲れ様です。ブータンね、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。はい、ずっと前から気になってたんだけど、はい、プーはどこに住んでるんだ。フランス。そこはどこにいるんだ。フランス。なんでそんないい家に住んでるんだ。これ家じゃないっすよ。どこにあるんだ。これ家じゃないっすよ。家じゃない。これ独立した防音室っすよ。建てたっす。その防音室はどうやって建てたんだ。お金はどこにあったんだよ。はい。はい。どうやって稼いでるんだ君は。空き缶拾いです。ホームレスか。はい。プー。君のね、はい、裏の顔は知ってるんだよ、はい、俺は。あ、教えてください。あ、教えてください。いや、リスナーさんがいる前では言えない。いや、いいっす、いいっす、別にオープンにしてるんで、僕はダメだ。教えてください。はい、そんなこと言ったら君の、はい、君が、君の立場が悪くなってしまう。あ、別にいいっすよ。あ、別に立場とかどうでもいいんで。はい、そんなことしたら私の立場も困る。なんであなたの立場が困るんですか。だって別に匿名が守られてるんで、あなたが誰なのかみんなには分かってないんで。いや、守られていない。え、だって別に匿名じゃないですか。通知出てないじゃないですか。だからコメント欄にないっすよ、誰も。あなたのアカウントも出てないっすよ、誰にも。で、そういうこと、どういうことですか。急に静かな。匿名というのは、匿名というのは、はい、匿名性があるということだ。アカウントがバレてないということではないんだ。何を言ってるんですか。何を言ってるんだ。また僕の裏の顔を教えてもらっていいですか。君は、はい、M なんだよ。僕たまに配信で言いますけどね。僕多分ド M になれると思うよっていう話を。なれるんじゃなくて、はい、だって裸でね、はい、配信終わった後に、はい、寝る時に裸で全裸で。いや、僕このままです。僕いつもパジャマで配信してるんで。このまま寝ます。このまま寝ます。全裸でチンチン出して寝てるんだよ、はい、あ、じゃあそれでいいです。脇をね、自分の脇の匂い嗅いだことあるでしょ。はい。どう？寝る前裸になって自分の脇の匂い嗅いだりとかするんでしょ。しないですね。しないですね。しないの？じゃあ、その驚き方は、あなた、それやってるっすか？それやってるっすか？やりますね、自分は。あなたダメよっていう人ですか。いや、タテオです。なんか過去にブロックしませんでしたっけ、あなたのことで。そうなんです。ブロックしたらされたんです。なんでブロックしたんだよ、私を。多分うざいかな。なんでブロックしたんだよ。その本当の理由を教えてくれ。うざいからです。うざいからです。何がうざいんだよ。人間が、人間、あなたという人間が。どこがどういうにうざいんだろう。私だってことないだろう。全てがうざいです。うざくないよ。私はあんたに会いに行くんだよ。東京に行くんだよ。いや、勘弁しますね。気持ち悪いです。会って焼き肉食いに行きたいんだよ。いや、無理です。気持ち悪いです。あなた街中歩いててね、街中歩いてて、臭いです。口が臭いです。口が臭いです。ちょっとな、ちょっと臭いけど、あのね、聞いてくれ、はいはい、街中歩いてて、はい、私はな、はい、女の人を見るんだよ、はい、でな、はい、女の人がいるんだよ、街中歩いてると。そうそうでしょ。でな、はい、自分のタイプの女の子を可愛いなと思ったら、はい、頭の中で、はい、その女の人のイメージを膨らますんだよ。気持ち悪い。
女の人って脇毛を剃ったりとかしてるらしいんだよ、はい、脱毛したりとかしてるらしいってことは童貞ってことですか。してるんだよ、聞いたんだよ。童貞です、童貞ですよね。童貞ってなんだ。何歳ですか。24だ。嘘つくね。どういうことだ。嘘はついてない。24なわけないし。24歳。47、8でしょ。なんで40代なんだよ。いや、声的に。いや、ボイで使ってるんだよ。いや、素人童貞じゃないって。だってこいつに金があるとは思えないでしょ。ってことはプロでもう下ろしてない。だから完全なる童貞で、純度 100% の童貞で、こいつ純度じゃない、精度って言うんだよ。はい。あのな、はい、女の人は脇を剃ってるんだよ、はい、で、一人暮らしの女の人っていうのは脇を剃るときに鏡を見るんだよ、うん、なで、はい、私は思うのは、はい、なんで女は脇を剃るんだよっていうふうに考えるんだよ。でそうやって考えると、でも俺も腕毛剃ってますよ、男ですけど。男で毛は剃るのはおかしい、濃くなっちゃうからね、剃っちゃうと。あ、それ都市伝説ですよ。いや、剃りまくると濃くなる。私もそれで剃ってんだよ。そうです、あの都市伝説。いや、1週間だったら濃くなったんだよ。パイパイにしたんだよ、するする。あ、チンコの毛剃ったんですか。チンコの毛はいつもパイパンだ。え、きしょ見たいか。いえ、 DM していいのか。二人きりの秘密だぜ。いえ、ブーさん聞いてくれ。はい、で、聞いてないですよ。女の人は、一人暮らしの女の人は脇を剃るんだよ。で、なんで脇剃るかっていうと、今夏じゃないか、9月ノースリーブとか、ね、ファッションで服装いるんだよ。で、なんでわざわざ夏で汗臭くて脇なんか見られたら恥ずかしいのに、ね、ノースリーブで格好するんだと思ったんだよ。で、絶対女は男に自分の脇を見られたい願望があるんだよ。変態なんだよ。じゃなきゃノースリーブっていう格好しないんだよ。しかも夏だから脇なんか見られたら、もし黒かったら恥ずかしいじゃん。なのに堂々とエッチな格好をする女性が街中にわんさかわんさか脇出てるんだよ。でもお前って、そのお前の存在そのものが恥ずかしいのに、お前外出歩くの。私は一歩も外に出ない。私は精神病棟に隔離されているんだ。あ、そうなんだね、うん、じゃあなんでスマホ取り上げられなかったんだろうね。私は情報工作員だからだ。 CIA のスパイなんだ、うん、どういう落ち方。どういう落ち方。で、あいつ一人でケタケタ笑ってるけどさ、うん、ずっと無表情なんだけど俺。はい、うん、地獄。